キリアさーん、キリアさーん。はい、じゃあ最初、じゃあ、PNP さんとボスさんだ、結局。PNP さん、ボスさん。お二人とも常連ですね。コンパネで、はい。さあ、まともなリーグはこの D リーグまでですね。 E リーグと F リーグはものすごい組み合わせがものすごいなんか香ばしいんで、さあ 1P が襲われが PNP ネロ、 2P 側が帽子キシマ、さあキシマが投げて、さあこれは本部ですね、最後で見てた、はい、さあ鹿がいるのであれはシールドを取ってもなかなか安全とは言えないか、ジャンシーがダミージャンシー、さあいいヒットバックに、しかし追撃ができないと判断して鹿を置く、ヘビを置いてジャンシー投げた、さあキシマのターン、バカステレートヒルパルコンキック、そうファルコンキックといえばやっぱり初代ながらね両流だと思います。さあこれは繋がっていない、ワウンセラーがターンを握ってコンボに行く、少しちょっと追撃見つけてしまう、ジャンディーからヘビを置いて、あれヘビ見てから決まったら多分 2C で暴れてジャンプチャンスで押し込むといい感じになると思います。さあヘビを踏んづけた、しかしこれはまた追撃見つけてしまう、ちょっと高さが調節が見つけてしまう、さあ対抗が通って島がじわじわ体力を回復していく、ジャンディーが入って新コインと、さあこれはパーマーですと、さあ猛ダッシュして突っ込んでいって、島がターンを握ってマルーンがいいと、さあ幻想ショット、さあヘビを置いて、ヘビを置いてダッシュと、さあこのまま逃げ切るのか、さあ鹿がカウンターするのギリギリ引っかかとカラスが刺さって、ラウンド取るは PNP ネロ、ラウンド2、ファイト、ラウンド2、さあお互い立ち回り勝負、逃げるネロと大島という形だ、さあハビーが入ってジャンディ、ジャンエ、ジャンシー、さあドーン、2600ファイコンディックアウトが避けていった、さあ時間が詰まって、さっきジャンシー、ジャンシー、ジャンシーと、さあカラス大きい攻めはガードしていった、さあこれはカブトで逃げた、さあ空中攻撃の連続、さあ大砲は生になった、さあヘビが2匹、なんか見えねえ、あの見えなくなる一瞬を利用したなんか崩しのネタとかないのかな、さあこれはいい西が入って投げて大きい攻め、さあこれはデッパレットヒル、さあ西、そうあれは追撃しないで西にすぐジャンプチャンスです、そうすると狙いをぶっこけて島は逃げられると、さあ大砲何が来ると思うんだか、結局通ったのでまあ問題ないと、さあヘビが、しかしこれは鹿がフォローしてくれた、投げた、さあこれはいい受け身位置にいたのであれはもう受け身返した方が良かったか、さあファルコンチックカウンターからこれは決め切りたいが今度見つけてしまう、ジャンシーから、ジャンシー、ジャンディ、さあこれはちょっとゴミが遅かった、ネロが空中から崩れなくなるには割と難しい印象があるんですよね、ファルコンチック、さあネロがドットになってしまった、さあこれは、はい、こういった2A が暴れが取ってヘビー、ダンシードットから巻き返して触ったのは PNP ネロ、続きまして帽子さん対キリアさんです、んじゃあ E リーグも呼び出しときましょうかね、悪魔さん、エオリアの使者さん、グーさん、ああまあまあまだ一応持つんで一応、おなんか白連対黒連とかで香ばしい試合が隣の筐体で、が同席しま、クーティー側がキリアシオン、ラウンドワンファイト
まあ、西が入ってこかしてこれを掛け、さあ男子、これ男子確かに強いですからね。男子とさ、ティアとエア男子カウンター、この男子が確か8戦7フレでしたっけね、8フレだけが、まあ何にしても8戦むちゃくちゃ速いし上に強いんで、ああやってこう上にいる相手に差し込むのにものすごく速いし、さあこれはいいヒールド投げ、さあジャンプと決めたら失敗してしまう、ジャンエカウンターする、もう一度ジャンプだったのでコンボいけない、ファルコンティック、ジャンシーから、さあ、ジャンピー、クーナゲット。さあ、サケはうまく勝った。さあ、これはバックスピを投げようとしたが、ちょっと距離が遠かった。そしてこのジャンシーが回転を使えるっていうのは、さあ、いいヘリだ。ジャンシーが入って、さあ、中段、早い。あの中段、確か、単発集団としては最速の部類でしたね。一番早いのは、青子ですけど。ダウンの2、ファイト。まあ、ジャンシーが入って、ジャンシー、おっとこれはゆけりが間に合ってしまった、まあ、今ちょっと 2A で入りましたけどね、 2A だとあれタッチで取られるんで、 2B でいきましょう。さあ、バックストレートヒル、さあ、シュート入って、まあこれはあれですね、解放する形になった。さあ、シールドは投げが出ない、カッティングシング、あれレプリカと勝ったのはキリオシオン、優しい問題です。はい、最後です。 TNT さんとキリアさんです。DNP ネロ、2P ガースタールがキリオシオン。ラウンド1。はい、さあ、ネロシオン。いい試合になると思いますね、割と。お互い離れても近づいてもやることがあるんです。で、さあ、いい感じに力を受けながらコンボに行ったが、何までも入らない。さあ、シールドからのエクレトリアから。EX キャンセルして、しかしこれは補正がひどいことになっているので、さっさと突き上げて落ち攻めに行く。さあ、このシールドを潰して、はい、ホート。ジャンビー。ヘビー。さあ、2B。ジャンシーから、カマティ出して、ジャンシー。さあ、銃で撃って、さあ、中段。いやーと。さあ、これは打ち攻め、あれは受け身狩りのつもりですが、さあ、これまた投げて、いいスライドエアです。優しい問題です。ラウンド取るはキリアシオン。はい。ラウンド2。さあ、エイトライドエア。さあ、2A から入って、ジャンシー。あっと、これはコンボ見つけてしまう。垂直ジャンプを見つけてしまったか。さあ、このシールドワークも見つけてしまう。なんそう、よくやりますよね。タッチシールド見てから2A 余裕でした。本当はあれやっちゃいけないんです。シールド取られるんですよ。ジャンシーと。さあ、あのタメジャンシーは最高で6回入れた人を見たことがあります。あれかっこいいですよ。さあ、投げて、ネロは虫の息。さあ、カーディが入って、ジャンシーと。鹿を置いて、サイドや鹿に噛み立って、さあ、PDT。今からマイナンコーナーを見せてしまう。さあ、逃げるネロ、押し合う。さあ、テレビ置いて。さあ、このジャンシーカウンターして。勝ったのはキリオシオン。安全を保証する。はい。そうです。はい、E リーグです。悪魔さん、エオリアの使者さん、グーさん。悪魔さん、はい。エオリアの使者さん。もう取れたなんだろうな。はい、グーさん。
V シノグーさん今やってる。終わり次第来てください。まあ最後なんで、じゃあ悪魔さんと夜の人さんで先に